種なし、田中幸太郎。村に一人の男があって、梨を町に売りに行ったが、すこぶる甘い上に匂いもいいので、高い値で売れた。破れた頭巾をかぶり、破れた綿入れを着た一人の同志があって、その梨を積んでいる車の前へ来て、一つをくれと言った。村の男は、ダメだよと言って叱ったが、同志は動かなかった。村の男は怒って、この小じき坊主、とっとと行かないとひどい目に遭わすぞと言って罵った。すると同志は言った。この車には何百も積んであるじゃないか。わしがくれというのは、ただその中の一つだよ。一つくらいくれたところで、あんたにそう大した損はないじゃないか。なぜそんなに怒りなさる。そばに立って見ていた人たちも同志に同情して、村の男に、一つ悪いのをあげたらどうだと言ったが、村の男はガンとして聞かなかった。店の中にいた奉公人が、やかましくてたまらないので、とうとう銭を出して一つだけ買って同志に与えた。同志はそれをいただいた後でそばの人たちに向かっていった。出家には物惜しみする人の心がどうしてもわかりません。わしに良い梨がある。それを出して皆さんにご馳走をしよう。すると一人が言った。持ってるならそれを食えばいいじゃないか。そこで同志が言った。わしが食わないのは良い梨だから、この種を取って種にしたいと思っていたからだよ。同志はそこで一つの梨を取って食ってしまって、その種を手に握り、肩にかけていたすきを下ろして、地べたを2、3寸の深さに掘り、それをまいて土を着せ、町の人たちに向かって、これにかける湯が欲しいと言った。物好きが炉端の店へ行って、沸き立った湯をもらってきて与えた。同志はそれを受け取って、種をまいたところにかけた。皆が不思議に思って見つめていると、そこから曲がった芽が出てきて、次第に大きくなり、やがて木になり、枝葉が茂り、みるみる花が咲き、実になったが、その実は大きく、匂いがよく、それが類々として枝もたわわになったのであった。同志はそこでその梨をつまみ取りながら、そばに見ている人たちに与えたので、梨はみるみるなくなってしまった。すると同志はすきを持って木を切り始め、しばらくちょんちょんとやっていたが、やがて切れたので、葉のついたままの木を肩にして静かに行ってしまった。はじめ同志が怪しい法術を行いかけたとき、村の男も皆の中に混じって首を長くして見ていたので、商いに行くことも忘れていた。そして同志が行ってしまったので、気がついてこれから商いに行こうと思って、初めて梨を積んであった車を振り返った。車の中の梨は空になっていた。そこで村の男は、同志が皆に分けてやったのは、皆己のものであったということを知った。また、子細に見ると、車の手綱が一つなくなっていた。それは新たに切り取ったものであった。村の男は大いに恨み憤って、急に同志の後を追って行こうとした。柿の隅を曲がるとき、切り取られた手綱が柿の下に捨ててあった。村の男は初めて同志が切り倒した梨の木が、すなわちその手綱であったということを知った。そして同志の所在を尋ねたがわからなかった。そこで町の人たちは白い歯を出して笑い合った。